はい、本日も始まりました、コンタクトジャグリングレクチャー講師はパフォーマーカッサンです。はい、ちょっと忙しくて更新できなかったんですけども、今日はですね、こんなトリックを紹介したいと思います。バタフライをしています。バタフライをしていて、まあ何かの流れでバタフライをしています。そしてこの流れでっていう、はい、今日はこれをレクチャーしたいと思います。ですね、このバタフライのこのこういう流れですね。この流れを崩さずにですね、そこに来た時に、こっそり親指で、クリスタルを持ちます。で、こういう風にしてですね、こう浮いてるように見せといて、こうパンと前に押して、おわーって浮き上がってきて、このまま、パームサークルになって、もう一回いきます。こうですね。もう一度。はい。ということでですね。まあ、この親指を使ったトリックっていうのはよくあるんですけども、まあ、こういう感じで、自分でですね、どのポジションが持ちやすいのか、手の形はこの方がいいのかとかですね、いろいろ研究してみてください。はい。結構ですね、しっかり持たないと、落ちてしまいます。まあ一瞬こう前向とかでパッとやる分にはですね、多少この辺りが見えていても、あの流れで一瞬でやるとわからないで、ハッとしたらもう次の動作に行くっていうパターンも大事ですね。はぁー、表情も大事、表情も大事ですね。表情で驚いた雰囲気を見せといて、一瞬パントマイムすぐ、はい。ということで、今日はですね、こんな軽い感じでお送りしましたけども、案外ですね、こういうベタな、驚かせるテクニックっていうのをですね、しっかりちゃんと盛り込んでいきながら演技するっていうのはすごく大事になってきますんで、ぜひよかったらこのトリック使ってみてください。以上、パフォーマーカッサンでした。